他人だろ他人、知ったことかよ。あ、ちまたてめえか。リーガルブライアンさんよ。名門貴族ブライアン家の当主、テセアラ最大の財閥レザレノカンパニーの若き会長、威風堂々、前途洋々、勝ち組人生爆進中。タミー様はいつもお美しい。ちなみにどのように。ところが8年前、王立裁判所はリーガル・ブライアンに禁錮20年の実刑判決を言い渡した。罪状、殺人。被害者は名もなき女使用人、動機は痴情のもつれ。お互い気遊びはほどほどにしないとな。怖え怖え。マーテルの普通はコレット、コレットをそんな風に呼ぶな。何もかもお前が仕組んだことなのか。答えろ。巫女を器に変えるたび大義であった。褒美に最後のチャンスをやろう。今引けば私に剣を向けた比例、水に流してやっても、だれ。ロイド、私があいつの動きを封じる。
あんたが決めな。おう。神の慈悲をくれてやろう。血統を管理し、マーテルの器としてふさわしい巫女を作り出す。苦難の旅を与え、巫女と奇跡の一体化を促進し、器としてより完璧な存在に作り変える。さあ、我が元へ。さて、しつけの悪い犬どもに相応の仕置きをしなくてはな。キャラ相手に何よこれ。ありえねえんだよ。いなかったか。妹の名はエアスラスト。僕たちを殺さなかったんだろう。姉さん？さあ、どうしてでしょうね。いつまで突っ立ってるつもりだい。プレシアを放っておく気かい？コレットがどこに連れ去られたのか、情報集めは私が請け負う。あんたは工房に戻りな。いや、俺も時間もない。あんたに何ができる。でも目覚ましな。コレットを救えるのは要のもんだけ。それを作れるのはあんただけ。違うのかい。何のために私ら仲間がいる。コレットのことは私に任せて、あんたはあんたにできることをやりな。男だろ。
それでこそロイドだよ。僕も手伝うよ。食事は任せてちょうだい。いや、それはちょっと。お立場をお考えください。グライアン家は気高き血統、レザレノはテセアラ随一の大企業、その領袖であるあなた様が使用人風情と浮き名を流したとあっては。私の申していることご理解いただけますな。明日彼女の故郷へ挨拶に向かう。姉が一人いるんだそうだ。な、正気なのですか。あの娘は平民、お気を紛らわせる女としておそばに置くならともかく妻に迎えるなどと。ジョルジュ、根気でいらっしゃる。ああ、彼女を愛している。迷惑をかける。会長職は退くつもりだ。すまん。分かってくれぬか、ジョルジュ。そこまであの娘を思いとは、申し訳ございません。あの娘はもう。アリシアをどうした。昨日あの娘の身柄を引き受けたいと申す者が現れ、名前は確かロディルと、あの娘には私から言い聞かせました。ここにいてはリーガル様を不幸にするばかりだと。アリシア、リーガル様。アリシア、もう一丁。プレセアの知り合いなのかな。そのようね。どういう知り合い。さあ、彼女が心を取り戻してから事情を話すと言ってるわ。ロイドの頑張りに期待するしかないわね。そっか、だよね。ところでプレセアってどうして毎日森に木を切りに行くのかな。心をなくす前の習慣。でも女の子が木こりなんて聞いたことないし。